せーの、ラーシさん、まるでーす、あかりでーす。皆さん、今日も垂れ流しでご視聴よろしくお願いします。はい、今日の動画は、今日はリベンジ、イエーイ、何のっていうことなんですけどね。まあ、何のリベンジかっていう話ですよ。イエーイの声がでかすぎたのか、あれ、みんな見てる、落ち着いていこうな、ごめんなさい、ラシータマーでーす。はい、ということでですね、以前の水曜日の動画でですね、無限ドライブスルーを撮影したわけなんですけれども、まさかの無限ドライブスルー企画が破綻したわけですよ。詳しくはね、こちらの動画を見ていただければわかると思うんですけど、今回はリベンジ、別日に別のルートで無限ドライブスルーさせていただくことにいたしました。いや、すごいよ、諦めるのかと思いきや、まさかの別日にリベンジ。めちゃめちゃ運転しますから、そんな感じでやっていきたいんですけど、前回の敗因はね、新宿から目的地まで、都心はさ、ドライブスルーあるわけないし、ということで今回は東京の田舎の方まで、すでにもう車で来てます。うん、遠かった、遠かったよ、本当に。都心からだと3時間くらいは車もうすでに走らせてますので、山の中なうです。ここから東京都に帰っていく、で都道一周していく。ややこしいんだよ今の。緊張したわ。それじゃあレッツ無限ドライブスルー。ということで、シートベルトも締めまして、早速行きたいと思います。お願いします。レッツラーゴー。ラーシータ、ドライブスルーが常に出現するわけじゃないので、それまでは普段の私たちのドライブの会話をお楽しみください。その時は達人に来るからね。すでに3時間走らせて3時間語っちゃってるわけだからさ、まあ大体喋ったんよね。架空の好きな人できてるぐらい恋話しちゃってんのよ。ラシタバチャンネル、何気ないシーンを見れることっていうのが恋人の特権なわけでさ、なんだよ、特別なシーンとかはさ、別に誰でも見れんのよ。そうなんですよ、誕生日だとサプライズとか仕掛けたりとかさ、はい、普通にできるし、ふとした表情とか、寝起きの眠そうな表情とか、家でご飯食べてるところとかさ、なのにさ、そのふとした表情を見れることがどんどん当たり前になってきてさ、うん、逆にしてくれることしてくれないこと、結局嫌なこととかに目が向いてきちゃうとかさ、そうじゃないんだよね本来。それは難しいよ、定期的に自分を戒めないといけないね。戒める、戒めたくはないかも。待って、戒めるって何？来週とか再来週に告白する予定だったらっていうマインドで相手のことを見直すとめっちゃ意識変わるの。1年とか経つじゃん、はいはい、でなんか最近喧嘩とかちょっと増えてるなみたいな、好きなことには変わりないんだけど何が変わっちゃったんだろうって思った時に、相手がしてくれなくなっちゃった部分に目がいっちゃうのよ。逆によ、自分もその付き合う1週間前くらいのマインドに戻って相手に接してみようってすると、変わっちゃったのは自分だったのかもしれないなみたいなメンタルになるよね。なる、1年後メンタルみたいなのはさ、相手の会話に適当に相槌打つとかね、うん、ああこの前言ってたやつねとか言っちゃったりとかね。そう、もう今となっては楽しそうに喋ってくれることも減ってみたいな、前と変わっちゃったなみたいな風にさ思うわけだけどさ、付き合う1週間前メンタルだったらさ、自分のためにまず時間を割いてここに存在して、一緒に会話をしてご飯を食べてくれてる好きな人かみたいな、うん、笑顔を作ってあげたいなみたいな、うん、メンタルになるわけじゃん。あるわけ。してない？してる。一発目何がいいかな、うん、ケンタッキーとか。ああいいね。あと何ある？すき家とかね。ああ、でもあり、全然食べないけどね、うん、だって今日一日食べたものめっちゃ少ないから、朝からでも今夜になるから。ラシタバチャンネル、おっと来ました。うわーやばー、すき家のライブスルー最高。どうしよう、配分、配分やばい、これマジで配分考えないとやばい。めっちゃがっつりだ。じゃあ食べます。すごっ、どうしたの、ハンドルで。いただきます。え、めっちゃ美味しそうだよ、ます初めて食べる。やばい、めっちゃ美味しい。食べる食べる食べる。さすがにすき家の後に吉野家来ましたとかだったらちょっと困るけど、うん、ありえるよね。あ、食べ終わる。いいよ、めっちゃ最高。うん、完食食べ終わったんで、うん、行きますね。はい、うん、マリンさ、おかしいな最近。でこの間まず炭水化物ってさっぱりじゃないみたいな。炭水化物ってさっぱりしてない。言い出してなんか途中でグン。あ、やばい。あ、やばいね。やばいの来た。待って、ごちそうさまでした。急にお腹いっぱいになってきた。これのドライブスルー初めて見たけど、そんな。え、この調子で来たら普通にやばいよ。破産するんじゃない？お金やばいよね、うん。次のドライブスルーの店舗は勝谷です。です。これめっちゃドライブスルー多い地域だわ。なんとか屋がある地域なのかもしれない。タッチだ。惣菜ある。え、惣菜ある。ヒレカツ1個とサラダ1個注文します。来るから。そうなんだ、ね。ドライブスルーが。そうなんだ、ね。今回に関してはもう分かる。
死ぬ。なんかすごい迫ってくるドライブスルーが。ごめんなさい、めっちゃ自分の世界入った。気づいたらめっちゃ歌ってたわ。はい、ということでサラダとヒレカツいただきます。めっちゃ美味しいな。小腹が空いたらカツやって感じ。完食。いやー、この道路に出るのが恐ろしいんですよ。マジ日本で一番ドライブスルーが多いところだと思う今。なんかムクエナがね、動画で言ってたんだけど、例えばみたいな、私が今沖縄に住みたいとするじゃん。でもなんかエナビも沖縄に住むって言って、この二人で合意取れば住めちゃうんだよみたいな。これ何が言いたいかっていうと、うちらは一緒じゃなきゃ生きられないのみたいな。インフラ化してる。うちらはうちらが会える距離感にいなきゃいけないの。逆にうちらが会える距離感ならどこに行っても住めるの。でこの活動はできるわけじゃん。二人でアメリカ住んで別にラシータバーできるし。できるね。でも片方がアメリカに住んだら結構難しい。うわー、あるんですけど。しかも恐れてた吉野家のドライブスルーにやってまいりました。はーい、ね、マジです。時は突然すぎる。はい、ということで恐怖の吉野家。これ美味しいタイプの唐揚げだ絶対。いただきます。いただきます。うまっ。あ、うまっ。これ病できたらどうする次。で今TikTok ライブやってるんだけどさ、私たち普段も TikTok ライブやってるんで、よかったらぜひ皆さんも見に来てください。うん。バスタバチャンネル。夜が深まってきてます。7時過ぎてるわけよ。うん。これ以降ちょっと塩分高いもの食べるとむくむわけね。なんかさ、意識高い系みたいなさ、モデルみたいな言ってるけど別に全然違うし、デフォルトむくんでんのよ。デフォルトむくんでんのにさらにむくむの。ギリギリ人間じゃなくなっちゃうぐらいやばいの。お互いのむくんとかも見たくないよね。しか会ってないの。え、そうだよ。あんたとしか会ってないの。今すっごい嫌な予感したよ。なんか見えたよ。やば、あるあるある。はい。はい。マクドナルドです。マックのドライブスルー入っていきたいと思います。やばすぎ。プロテンポマックカフェあんのかな。マックカフェちょうだい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。おい、マック。最近めっちゃマック行くし。マジでそうだよね。最近3回行ってるよ。毎回マック行って、毎回さ、青いマックってなんなんて言ってる気がする。うん。あ、喉乾いてたからありがたい。さあさあ進んでいきますよ。素材何分になるねん。ねえ、素材えぐいぞこれ。私のパソコンが耐えるか。最近1時間とか1時間半とかばっかだもん。うん。ワンちゃんのが2時間くらい行くんじゃないかとか思っちゃってる。これ、うん、これがリアルの YouTuber の会話です。うわ、マジ？すごい。スキヤです。ねえ、こんなある？結構終わりモードだったんですけど。黒糖ゼリーほうじ茶ラテとかあるよ。アイスコーヒーで。いらないって。うわ、悩むな。リンゴもあるよ。ねえ、待って、リンゴがいい、リンゴがいい、リンゴがいい。あ、待って。オイリーです。もう食べれない、食べれない。リンゴとアイスコーヒーで迷うやついる？バイトのお姉さんがさ、めちゃくちゃ切れながら仕事してんのよ。でも忙しいからだと思うんだけど、私のアイスコーヒーバチ切れにしながら作る。コーヒー頼むわ、プリン頼むわ、でかいって思ってるんでしょうね。こっちも思ってますよ。好きやかいって。好きや、カツや、吉野家、うん、マック好きや、次カツや、ラシータ。もうさ、切れててさ、目が怖かったから、赤にさ、あのレシートいりますか、いりません、あ、エヴァもらいます、すいませんとか謝っちゃってんのよ。充電が落ちたので SE で取ります。すごっ、この食感。食感食べた。完食。ちょっと待って待って待って、ね、何が起きてんの。まだ一口しか食べてないし、開けてもないんですけど。うまかった。マックなんですけど。何、どうしよう。なんか、マカロンのチョコレート一つと、あとアイスコーヒー S サイズください。マカロン早めにお召し上がりください。完食。管理予報の東京あるあるのさ、車道をチャリが走るのは正しいのよ。正しいの。車両をチャリが走るのは正しいんだけど、道路の作り的に車両をチャリが走っちゃうと車は追い越せないぐらい車道が狭いと。どうにかならないですかね、東京都さん。待って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 、急すぎて急すぎて急すぎて。何が起きてると思いますか。なんと、せーの、マックのね。マカロンのバニラ一つと、あと枝豆コーン一つください。頭痛い。
そう言ったよね。カフェイン取って、糖分取って、塩分取って。枝豆コーン。マックでオーガニックを求めてんの。で、来んな。クイックペイで。加算するわ。なんか受け取らないで、ね、帰っちゃう、帰っちゃう。マックしつこいぞ。3連続マックですから。ていうかさ、地球に優しくない。この企画。それは、別議論になります。ドライブスルーって積んだりとかさ、するからめっちゃプラスチック使ってんの。あ、でもなんかね、聞いた話によると、先進国はプラスチック別に海に捨ててないよ。リサイクルしてるから、地球に優しくなくないらしい。発展途上国で海にめっちゃ捨ててる国あるじゃん。うん、あそこがダメらしいよ、プラスチック。ウンチクババアも全て押してるわけではありません。え、めっちゃあったかい。あったかいの。このサイズ感でした。結構結構です。私今まで泊まった時に枝豆コーンチャレンジみたいな感じで食べた。えだこれ熱っ。え、あっこっ、おいしいね。めっちゃうまいよ、うん、でも熱っ。湯気すごいもん。うん、感じ。うん、だからさ、休日の夜にさ、何やってんだろうね、一日。なんでもやるんだよ、これも。なんでもなんだ。そうで、こんなランデブー提供したら出られるよね。はい、別れまーす。なんならあれじゃない？明後日さ、結構女出さなきゃいけない撮影あるのにさ、なんで今日こんなヤバいことしてんのみたいな。ぶっさいくの顔になってやるんだろうなって。まあ別に美女でやってるわけじゃないからね。普段からめっちゃ絞ってることがだったらわかるよ。でもうちら別に絞ってないからさ、その振れ幅少ないと思うんだよね。どうせ前日飲むんでしょみたいな。デートの前日だけパックするぐらいバカバカしいよね。バカバカしい。本当あの女の子ほどバカバカしいから。バカバカしいよ本当。普段全くさ、化粧水とかちゃんとやってないくせにさ、デートの前日だけパックする女。わかりんじゃん。撮影の日前日だけねパックするから、帰り際までさパックしちゃうからさ、跡がついちゃって前髪も割れてんだろ。やめた方がいいのよ、うん。日頃からの習慣ですから美っていうのは、うん。普段からちゃんとしてれば、今日一日この企画をやったところで明後日も可愛いんです。だから大丈夫です。はい、帰ってきました。ただいまー。疲れたー。やばすぎたー。本当に食べすぎたー。ありすぎ。なんとしてもね、年内にアカウントの収益化だけでもまずはして、そこから来年もう駆け抜けて一気にドカンと行こうと思ってるので、皆さんチャンネル登録と動画の視聴、すでに見た動画でもいいので再生ボタンだけピッと押してくれません？持ってる端末全部でね再生して。でなんかちょっと見てるうちにだんだん癖になってきて、なんか楽しみながら見れるようになってくるから、最初だけ頑張って見てみてよ。辛いのは最初だけだから。数本見てるうちに楽しくなってくるから、うん、その雰囲気になったらうちらがラシータバーの世界ようこそっていうよく言ってるやつなんですけど、こんな声を聞こえる。一旦ちょっとね、片足の先っぽだけちょっと踏み入れてみてください。ぜひラシータバーの世界に。あ、糖分カフェイン取りすぎて体おかしくなっても YouTube でバズりたいと思ってます。チャンネル登録と高評価お願いします。明日は健康的に生きていくことを意識していく。その他 SNS のフォローもぜひよろしくお願いします。じゃあまた見てね。お願いだからまた見てね。バイバーイ。